にちは、デリシキッチンです。本日は味の素の提供でお送りいたします。まずは豆乳 200ml をボウルに入れ、丸鶏ガラスープ大さじ1を入れていきます。そこにすりごま大さじ1/2を加えて混ぜ合わせていきます。丸鶏ガラスープは冷たい豆乳にもしっかり溶けます。豚しゃぶしゃぶ用のお肉をしっかりお湯で茹でていきましょう。氷水などに冷やしておいて水気をしっかり取っていきます。そうめんは表示時間通りに茹でていきます。茹だったらボウルに盛り付けていきます。ここに先ほど茹でた豚肉をのせ、水菜一束、刻み生姜をのせて、先ほど作ったスープを注いでいきます。仕上げにラー油を適量かけてください。丸鶏ガラスープ、ぜひ試してみてください。 Thanks for watching!